ル登録をよろしくお願いします。今回は、北海道函館市五稜郭にある、ルートイングランピア函館五稜郭に、初の全国旅行支援を利用して泊まってみました。五稜郭地区でも有数の、14階建てのホテルです。全国旅行支援を利用したので、クーポンがついてきました。それでは、先にルームツアー開始します。なお、客室はビジネスホテルらしく、最低限のものは全て揃えたという感じですね。テレビも基本的なものは映るようです。デニムスカートを干しておくこともできます。それでは、こちらのホテルは、最上階14階には別の設備があるということなので、向かいます。こちらが、14階です。最上階に、なんと、温泉がありました。さすがに、これ以上は撮影禁止なので、全国旅行支援のクーポンを使ってみたいと思います。クーポン利用するために、ホテル近くからシャトルバスが出ている、ラウンド1函館のポッチャに向かいました。では、このように好きなだけ様々なゲームやスポーツなどを堪能できるようになっています。このようにカラオケもありました。そして、翌日。おはようございます。これから朝食バイキングに向かいます。朝食バイキングは1階の専用レストランです。それでは、食べ終わったので、チェックアウトに向かいます。今回は、これで終わります。次回は、宮城県仙台市青葉区にあるホテル、アルモントホテル仙台に、またも全国旅行支援を利用して泊まってみたので、紹介します。お楽しみに。